あのお方の邪魔をする者を排除する。まだまだだな。聞き間違いでなければだが、交渉術を学びたい、そう言ったのかい？そういない。極東のことわざに曰く、ひょうたんから駒、王者から交渉術といったところかな。一体どういう風の吹き回しだい？目して語らず、必要とあらば背中で語るが君の在り方だろ。会話の基本は人の話をしっかりと聞き、それにしっかりと答えること。こういうところから身につけていかないと、交渉術の体得なんて夢のまた夢だぜ。フレイヤ様がお望みになられたならば、忠義の臣としてそれに応えるは道理。なるほど、おおむね彼女の軽口を真に受けたってところか。それで試行錯誤して駆け回った挙句、俺のところに来た。書物も読んでみたが腑に落ちなかった。どんな本を読んだんだい？ちょっとやってみてくれよ。今日はいい天気だな。ああ、そうだね。体の調子はどうだ？この通りピンピンしてる。君は聞くまでもなさそうだな。ああ、テンプレの話題を並べただけか。これは相当の荒療治が必要そうだな。となれば、オッタル、ほら、あの子に声をかけるんだ。どういうことだ？俗に言うナンパってやつさ。いくら知識を得ようと、実践で鍛えなければ形にならないのは武術と同じ。君に必要なのはまず場数だ。そのような不埒な真似など。おいおい、おしゃべりなんてのは不埒であればあるほど盛り上がるものじゃないか。それにこの手のことなら君はレベル1のルーキーだ。迷わず冒険しなきゃ高見えなんて至れっこないだろ。娘、話がある。娘、話がある。王者様、一体何でしょうか？どうしました？私、何か粗相を？逃げていってしまったね。何を話せばいい？とにかく相手に興味を持つってところかな。さっきの子なら綺麗なブロンドの髪をしていただろ。フレイヤ様以外の相手など俺は。そうやって視野を狭めてしまえば会話の幅も広がらないぜ。様々なものを見て君が感じ取ったものこそテンプレ会話じゃない生きた話題になるんだからさ。生きた話題？血肉が通った致命の一撃のようなものか。ああ、そして貪欲に求め続けなければハートを射抜く話術は得られない。そこも武術と一緒さ。ほら、次の相手だ。貪欲に、ひたむきに君の言葉を届けるんだ。娘、話がある。娘。はい。困らせて悪かったな。言ってくれ。え？だけど何か聞きたかったことがあったんじゃ。聞きたいことか。しかしこのような多大な迷惑をかけてまで。あの、もし私でよかったら話を聞かせてくれませんか？何か力になれるかもしれませんし。
フレイヤ様のおしゃべりの相手になるために口下手を直したいですか。いかな敗北をも乗り越え進まんと思えども、思案するたび霧がかり道が見えなくなる。わかります。私も口下手で、オオカにだってちゃんと伝えられなくて。あ、そうだ、相手が女の人ならとってもいいものがありますよ。いいもの取ってきますから待っててください。とびっきりの秘密兵器なんです。フレイヤ様、こちらを献上いたします。この青い花、ヒヤシンス？訳を聞いてもいいかしら。このような戯れの一つもあってこそ、会話というものは華やぐものかと。あら、気が利いてるわね。だけどあなたが花なんてどう考えてもおかしいじゃない。一体誰の入れ知恵？黙ってちゃ会話は弾まないわよ。あなたにその気があるのなら話して楽しませて。このような一輪の花が一撃必殺の秘密兵器となる。そんな物騒なものではないですよ。でも花をもらって喜ばない女性はいないと思います。私だって小さい頃、巫女と野に咲く花を見て一日中語り明かしたりしてましたから。何を話す。そもそも俺に花をめでる心など。そんなことないです。フレイヤ様を好きになって、そんなに一生懸命になれるオッタルさんなら。取り留めのないことばかり話してしまいましたが、あ、例えば花言葉とか。そうそう、その青いヒヤシンスも。その花の花言葉は変わらぬ愛と、その少女に聞きました。であれば、あなたに献上する品としてこれ以上にふさわしきものはないかと。あら、言うじゃない。永遠の忠誠の証として受け取っていただければ光栄の極みです。ありがたく頂戴するわ。せっかくですし、もう少し色っぽいセリフで渡してくれてもと思わないでもないけど。お望みとあらば。やめて、キザなセリフで花を贈るあなたなんて見たら笑いをこらえられる自信がないわ。もしかしたら笑い死んでしまうかもしれない。十分楽しませてもらったわ。あなたの目論見は成功よ。せいせいその子に感謝なさい。フレイヤ様の退屈を紛らわす何かないものか。強者との戦い、今は望むべくもない。その時まで鍛えるのみ。フレイヤ様は今日も美しく、これ以上何をお伝えすればよいか。道は遠い。俺の全ての言葉はフレイヤ様のためにある。無論
フレイヤ様以外に使うつもりもない。よってその問いの答えはフレイヤ様だ。それ以上はない。フレイヤ様がいないファミリアだ。女神がいないファミリアなど存在する価値も意義もない。